はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、D 払いステップで還元率アップということで、今回は久しぶりの D 払いについてですね。この動画では D 払いの新たなサービスの D 払いステップについて解説をします。ドコモユーザー、そしてアハモユーザーの方に関しては特に知っておくべき情報ですので、ぜひ参考にしていただければな、と思います。それでは 言ってみましょう。まあ、そもそものこの D 払いなんですけども、この D 払い単体で D 払い残高で決済した場合の還元率が0.5%還元。これは皆さんご存知かと思うんですけども、そこからさらに D ポイントを貯めたい方であれば D 払い、そしてそれに D カードを連携して決済すると。そうした場合は実質1.5%還元で d ポイントをもらうことができます。で、d 払いの場合に関したら、d カード以外のクレジットカード、例えば 3d セキュアが搭載されている。クレジットカードであれば連携することができるんで、これで d バレで決済した場合も実質1.5%還元でお買い物ができるとで、そこからさらに還元率を高める場合に関したら、d 払いにビザラインというクレジットカードを連携した場合は実質2 5。.5% 還元ということでまあ結構ね。スマホ決済の中でもクレジットカードと相性がいい。スマホ決済の一つなんですよね。で、今回なんですけども今回この？ 二つですね。d 払い。d 払いプラス d カード。この二つを利用されている。プラス、ドコモもしくはアハモユーザーの方が期間中お得な、まあ、ちょっとしたキャンペーンが行われております。それがこちらのドコモユーザー限定 d 払いステップボーナス最大3%の d ポイント還元というようなキャンペーンでございます。ちょっとなんかなんちゃらステップって聞くと、んなんか思い出すものがあるかもしれないんですけども、それのまあ d 払いバージョン。なおかつドコモユーザー限定ということでございまして、キャンペーンの期間、プログラム実施期間ということで9月1日から3月日。 日来年の2022年の3月31日まで開催中でございますでこのプログラムでもらえるポイントに関しては期間用途限定の D ポイントがもらえますではですねこちらのプログラムの詳細を見ていこうと思うんですけどもまずここにも出てるようにドコモユーザー限定でエントリーなしで OK 月に1回でも使えばなんと還元率を上げることができますそして毎月の利用回数ですとか利用状況に応じて 還元率をアップさせることがで、きるとといいうことでございますでそんな中でも、ちゃんとした条件というものがありまして、例えば D 払いのコード決済が対象であったりとか、電話料金合算払い、そして D カード支払い、D 払いの残高払いも対象と。ですけども、D 払いのネット払いとか、予約注文の D 払い、ID 決済は対象外と。そして、他のクレジットカードですね、D カード以外のクレジットカードであったりとか、ポイントクーポン全額10等分は対象外ということでございます。ちょっとこれ気をつけないといけないですね。なので、あくまでももうこれを 見る限りはもう D カードを使っててもうドコモユーザーそしてここにはまだ出てないんですけどもアハモを利用されている方に限るというような感じですねで今回のこのプログラムの概要ということなんですがドコモ回線に紐づいた D アカウントで D 払いのお買い物をした金額に対してということですのでここも重要ですねドコモ回線に紐づいてないと対象ではないということですねで通常ポイントの基本還元率の0.5%先ほどお伝えした部分ですねそこからお支払い方法を D カードに設定した場合の D カード還元率 1%, 1で、今回のプログラムポイントですね。ステージ還元率の0.2から1%まで。 ギガホプランご契約による還元率0.5%。これらを合算して最大で3%の D ポイントがもらえると。まあ、今回ここでですね、ステージ還元率の部分とギガホプランの契約というところで変わってくるかなと。で、ここに出てるように最大3%還元ということで、まあ、ここを見ていただいたら早いんですけども、還元率一覧ということで、先ほどお伝えした0.5%の基本還元率。これはドコモとかアハも契約されてない方でも皆さん共通です。で、ステージ還元率ということで、前月の D 払いの決済回数によって変わってくるということですね。この 0.5からプラスアルファとということなんですがまず1回から4回 D 払いで決済した場合はプラス0.2%されると5から14の場合は0.315から29の場合は0.5で30から49の間は0.7そして50回以上で1%ということであまりちょっと現実味を帯びてないとこではあるんですがもしかするとね D 払いをメイン決済で使われている方であればまあ大体1回から14回ぐらいまではギリ使うかもしれないですよねそこからプラスアルファで支払い方法として D カード D カードをセットした場合はこの1%が加算されてギガホプランを契約されている場合に関してはそこで0.5%が加算されて最大で3%還元が狙えるということでございますまあ、正直なところですね僕個人的な意見から言うとドコモは契約はしてないんですけども若干ちょっと厳しいところではありますよね基本還元率プラスアルファでだいたい1回から4回はクリアできそうでかつ D カードに関してはね意外と持ってる方も多いかと思うんですけどもギガホプランに関したら生活スタイルによってはあまり必要のない方からすると まあ、契約してない方も中にはいらっしゃるかと思うんで、最大の3パーを狙うのは、ほんの一握りかなっていう勝手なイメージでございます。そして、還元率アップの対象期間ということなんですが、例えばですね、2021年の9月の間、9月1日から9月30日までの間に、先ほどの決済回数を増やしたりとか、まあ、そうすることによって、まあ、この10月に入ってから10月11日までの間に集計期間が行われると。 で、10月の12日から還元率のアップ期間ということで、すぐに10月に入って始まるわけではないので、そこはちょっと気をつけないといけないですね。で、10月の場合に関しても、10月使っても、11月の10日から還元率がアップされた状態でということですので、これは随時ね、ご自身で確認しないといけないかなと思います。還元率の確認方法ということで、一応 D 払いのこの D 払いステップボーナスっていうところがメニュー画面で増えてるっぽいので、ちょっとはね、これは契約されてる方はですね、今ご自身がどれぐらいなのかっていう風に確認して 確認をしてみてみくださいで、よくあるご質問の中で一部ちょっと押さえておいてほしいところもいくつかありまして、例えばこの還元ポイントの上限はありますかというところで、ポイント進定上限は以下の通りですと、通常ポイントは進定上限ないんですけども、プログラムポイント、今回の D 払いステップのプログラムポイントは、決済金額5万円に還元率をかけたポイント数ということですので、ちょっとね、ここは気をつけないといけないかなと思います。そして先ほどもお伝えしたように、アハモユーザーに関したら対象ということですので、とりあえず今回はどこも回線、どこも契約されている方と、 ユーザーの方が対象ということですね今回のこの D バラステップの条件とかいろいろ見ながら思ったこととしてま一、あ、つ思ったことがあるんですが このページを見る限りは、この還元率をアップさせるための、まあ、決済回数の金額っていうんですかね、いくら、いくら使わないといけないとか、それがちょっとなさそうなんですよね。なので、とりあえず、小額でも、一つのカウントとしてされるような感じっぽいんですよね。なので、まあ、利用金額の条件がないということであれば、もうこれもしかすると、誰しもが思ったことかもしれないんですが、ここで出てくるのはね、こちらのうまい棒ということなんですけども、もう単純にですね、このうまい棒、まあ、大体10円ぐらいで売ってると思うんですが、これを、 50回とお買い物をすると決済を分けてとりあえず50回そうすることによって実質500円で還元率を1%までアップさせることができるということですねま正直ちょっとこれがまあお得かどうかは現時点では僕はあまり断定はできないんですけどもとりあえずまあこの方法でやれば最大の1%まで上げることはできるんですけどもまあそうするよりかはもうこのだいたい1回から4回とか5回から14回ぐらいでま止めておくぐらいがちょうどいいかなと思いますまあそうすればね日常的にクリアが できそうなのでこれはねご自身のさじ加減でお任せしますなのでまあこれをねトライされる方はもうハートが強い方はですねぜひトライしていただければなと思いますではですね今お伝えしたこの D 払いステップを簡単にまとめるとこんな感じですね期間は2021年の9月の1日から始まりまして2022年の3月の31日までで得点としたら条件をクリアすることで最大で3%まで還元率を上げれると月1回使えばまあ、とりあえず還元率がアップできるますよという感じですね ま、最低でも月1回使えば還元率は1を上げることはできます。で、条件としたら、ドコモ回線に紐づいた D 払いであったりとか、そしてもちろんドコモハモユーザーのみと。で、決済回数は50回で最大1%まで上げることができて、かつ D カードを持ってれば1%、そしてギガホープランも、もし契約されてる方は0.5%と。で、上限なんですけども、決済金額5万円に還元率をかけたポイント数、そして付与されるのは D ポイントの期間用途限定がもらえるということでございます。で、もしですね、今回のこの D カードですね、作成をする場合なんですが、 もうこれはね、僕のチャンネルを見ていただいている方であればもうわかると思うんですけども、もう絶対ポイントサイト経由がお得でございます。今出てるね、こちらドコトクっていうポイントサイトを検索するサイトなんですけども、ここで D カードっていう風に検索をかけます。そうすることによって、今現在リアルタイムでどこのポイントサイトを使ったらお得にこの D カードが作れるかっていう風に検索をかけることができます。今現在であればね、最近かなり厚いポイントサイト、このハピタス。2万5000円ってめちゃくちゃ今高いですね。だいたい今2万3500円ぐらいで出ることが多かったんですけども、ハピタスがね、結構いいですね。 25, 円で、これはね、D カードゴールドの場合なんですけども、他にも通常の D カードもしっかりとありまして、まあ、たい3000円ぐらいで大体のポイントサイト出てますね。先ほど今お伝えしたこのハピタスも D カード3000円で出てるので、もしね、ハピタスで D カードを作られる場合に関したら、これね、今ハピタスに登録した状態なんですけども、右下の検索のところをですね、タップすると、こんな風に検索のバーが出てきます。ここで、キーワードのところで D カードという風に入力して検索をかけます。そうすることによって、今現在であれば、先ほどお 最初にこの d カードゴールドをハピタス経由で作った場合、2万5000ポイント2万5000円相当がもらえて、通常の d カードであれば3000円相当のポイントをもらうことができます。ちなみに、これに関したら日によってね。このポイントのレートが変わりますので、これがなくなってたりとかポイントが下がってたりとかすることもありますので、そこだけ気を付けてください。試しにね。この通常の d カードをタップするとご覧のようなページが出てきます。下に下がるとね。いろんな条件が出ていますので、それを読んだ上で、このポイントを貯めるをタップすると、ここで d カードの作成画面に変わるということでございます。今現在。 新規入会会でででででででああれればば最大8000ポイントまままもももらうことときますすす、まあ、年会無料で使いたいいた方に関ればね通常の D カードでもありかなと思いますそして、こちらの D カードゴールドもタップすると、ご覧のように、もともと450ポイントなんですけども、今であれば2万5 0ポイントがもらえると。ちなみに、このポイントに関しては現金にもできますし、他のポイントに交換することもできます。で、ポイントを貯めるをタップすると、今現在であれば D カードゴールドを作成した場合は、最大に2万ポイントまで D ポイントがもらえるキャンペーンもあったりするので、まあ、その他ね、かなりいろんな特典もあったりするんで、もし利用 検討されている方はハピタス経由がかなりお得でございま,すまあ、そんなこんなで今回はドコモユーザー、そしてアホモユーザー限定の D 払いステップについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ、正直ね、これを出た瞬間、ツイッターでも呟いたんですけども、おおステップか、っていう風に思わずちょっと突っ込んじゃいましたね。まあ、今回ですね、この D 払いステップを僕が見た感じは、まあ、無理に、まあ、還元率をアップするっていうのは、あまり必要ないかなと思います。そう、無理に使うとね、やっぱり浪費になっちゃうんで、もし、僕がちょくちょくね、動画で紹介させていただいたる 三井住友ナンバーレスのカードを持ってる方がいらっしゃれば、 ま、それを使って5%還元を狙う方が、今のところいいかなと。その溜まったポイントもね、D ポイントにも交換することができますんで、ま、あ11月からね、確かレートが変わっちゃうんですけども、それまでの間であれば、三井住友ナンバーレスでタッチ決済、コンビニとかでもタッチ決済をして5%還元でポイント貯めると。それを D ポイントに交換するのが、個人的にはおすすめかなと思います。ま、あ三井住友ナンバーレスは持ってない。けど、D 払いを使ったりとか、D カードをよく使うっていう方であれば、この D 払いステップボーナスを、ま、ついでにまあ参加するぐらいがちょうどいいかなと思います。 で、今回紹介させていただいたポイントサイトハピタスの登録まだの方いらっしゃいましたら、こちらも登録のリンク概要欄に貼っておきますんで、詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました